フロム線は、ノルウェーのソグンオフィオーラネ県、アウルランにある鉄道路線である。フロム鉄道とも呼ばれる。ミュルダル駅で、ベルゲン線から分岐し、ソグネフィオルド沿岸のフロム駅に至る。急勾配の山間部を走り、風光明媚な景観を楽しむことのできる、ノルウェーの主要な観光名所となっている。NSBL17 型機関車 NSBB3 型客車車層からの、 警官省スタキフロム線はベルゲン線とソグネフィヨルド沿岸地域を結ぶために建設された。1908年にフロム線建設がノルウェー議会で可決された。1916年にルートが決定され、1923年に着工した。路線が通る20のトンネルのうち18は手作業で掘られた。1940年に列車の運行が開始され、 翌1941年から旅客列車が運行されるようになった。1944年に電化された。1998年に民営化され、列車運行業務はノルウェー鉄道株式会社に承継された。路線そのものは国家機関のノルウェー鉄道庁が保有している。列車運行業務はノルウェー鉄道株式会社が行うが、路線運営、チケット販売、 危機管理、マーケティングは地元の観光業者と自治体によって運営されているフロム開発者が行う。列車は動力集中方式で運行され、1960年から運行されている NSBB3 型客車を NSBL17 型機関車が牽引する。それぞれの車両は能力職に塗装されている。年間を通して運行され、 夏季は特に頻繁に運行される。貨物輸送はほとんどないが、年間乗客数は50万人を超え、2007年には最高記録の58万人に達した。2008年現在、フロム線はノルウェーで3番目に多くの観光客の訪れる場所となっている。路線の長さは約 20.2km である。標高約8 6 5ルに位置するミュルダル駅から、 フィヨルド沿岸にあるフロム駅を結ぶ。急勾配の山間部を走るために路線は曲がりくねっており途中で20のトンネルを通過する。最大勾配はおよそ1時18分である。途中のバトナハル線ントンネルでは高度を稼ぐためにバテー型カーブが存在する。ノルウェーにある他の大部分の営業路線と同様に標準機の路線である。全線の所要時間は 約60分、最高時速 40km、ありがとうございます。